マリエ、ビクトロンバージョンズ1920マリービク神父、救命コンラッド・ケルワックは、カナダ、キリスト教学校修士会の神父で、植物学者である。モントリオール植物園の父と称せられる。ケベック州のキングジー・ホールズに生まれた。親戚に、小説家のジャック・ケルワックがいる。モントリオール大学で学んだ。1922年に、モントリオール植物協会を設立し、 会長となった。1919年頃からモントリウォールに植物園を作る運動を始めたとされるが、モントリウォール市長によって1929年に承認され、1931年に建設が始められた。植物園の建設には地域の人々から無駄な投資だという反対があったが、いろいろな機会に建設を擁護し、植物収集の調査隊を率いた。 第二次世界大戦の間に植物園が軍の飛行学校に転用されるのを防いだ。ケベック州南部の植物を記録したローレンシャンの植物の著者としても知られる。2800の図版を含む917ページの著書は何度か改訂されている。民話を集めた著書テールズ・ラレンション、1919 19もある。ケベック州に貢献した人物に贈られる。 ダーフィット賞を1923年と1931年に受賞した。1944年に交通事故で死亡した。植物学を教えたモントリオーレ大学の建物に教授を務めたマリー・ビクトランの名前が付けられた。ビクトは植物の学名で命名者を示す場合にマリー・ビクトランを示すのに使われる。ありがとうございます。